見晴らし公園通りと書いてありますけれども、本日は珍しく東の方に来ております。函館市電の東の終点湯の川からさらに東に行きまして、湯倉神社をちょっと越えたところにこの見晴らし公園通りが南北に走っておりまして、今いるのはセブンイレブンの前です。でこのセブンイレブン前から見晴らし公園通りの北の方を見ますと、何やらブルーの鉄橋のようなものが見えます。だいたいこういう見かけの鉄橋というのは鉄道のためのものであることが多いのですけれども、地図を見ればわかるようにここに鉄道は走っていません。近づいてみます。上を通っているのは人や自転車でした。やはり鉄道ではありませんでした。まあそれならばわざわざ登って確かめる必要もないでしょう。と言いながら足が前に進むから不思議なものです。まあ、こうしてじっくり眺めてみますと、中を通ってる道はそんなに大きな道ではなさそうで、それに対してこのトラス橋というんですかね、このブルーのフレームは非常に大行な感じがします。私も鉄橋を渡ってみたいと思いますけれども、なんとなく列車で鉄路を進んでいるような気分になります。謎解く再現を続けてきましたけれども、ここは戦前に建設の進められていた鉄道の跡です。名前は土肥線と言いまして、こっち方面まっすぐ行きますと土肥というところに至りまして、そこで津軽海峡を越えて下北半島の方で建設の進められていた大間線と航路で結ばれると、そういう予定になっていました。一方こちら側に行きますと五稜郭駅に接続されることになっていました。津軽海峡の両側で鉄道の建設が進められたのは第二次世界大戦中という厳しい状況の中でしたけれども、当時の青函航路は日本の一大エネルギー源であった北海道の石炭を本州に運ぶという非常に重要な役割を背負っていました。しかし函館青森というのは結構距離がありますので、貨物船旅客船も含めてですけれども、敵の爆撃に遭う危険性が非常に高かったものですから、最短ルートであります豊間間に新たな航路を開いて鉄道もそれに接続しようと、そういう構想のもとに建設が進められたわけです。路線は完成の一歩手前まで来ていたそうなんですけれども、極度な物資不足の中建設は断念されました。今ご覧いただいてますのは土肥近くに残るアーチ橋、これはトンネルの跡ですね。大間の方にも遺構がありまして、70年経った今もこういう姿を留めています。下風呂温泉にはアーチ橋を活用した観光スポットがありまして、その上には足も設けられています。そして函館市内の湯の川地区にはこうして鉄道建設の跡を利用しました散歩道が設けられています。緑園通りというそうです。引き続き土肥方面に進みます。一つお断りをしておきますと、この先ご覧になっても何が出てくるわけでもありません。市民が散歩したりジョギングしたりサイクリングしたりと、そのために整備された道ですので足湯もありませんし、先ほどご覧いただいたアーチ橋にたどり着くわけでもありません。ご覧いただくメリットといえば自分で歩くより楽かなという程度なので、どうか期待せずにご覧ください。退屈かもしれませんので音楽をかけることにします。音楽が嫌な人はボリュームを絞ってください。
ということで、緑園通り東の終点までやってきました。今回歩きましたところを地図でご覧いただきますと、次の通りです。赤い矢印です。ご覧いただきどうもありがとうございました。